はい、隣のブースがですね、ご基礎さんなんですよね。で、ご基礎さんで、はい。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。明日の試乗会には、はい、いないんです、はい。明日いないんです。すいません。じゃあちょっとご基礎がなぜ素晴らしいかっていうのを、はい、こちらはご基礎製作所の郡山さんです。はい。広報担当でいらっしゃる。はい。広報担当かな。はい。はい、ご基礎ホイール。はい。まあ、ハブですね、作ってますけど、はい、こういった材料から削り出して作ってます。手間かかりますよね。手間かかります。あの愛知県の蟹江町というところで。蟹江町。はい、蟹です。蟹。蟹江町。はい、蟹です。ご基礎町じゃないの？ご基礎町は近藤さんの生まれ育った地域がご基礎町ですけど、うんうんうん、まあ、そこから蟹江町というところに工場は移ってますんで。なるほどね。蟹で作ってますね。こういう、はい、これは6000番、7000番。これは7000番ですね。7000番。はい、7000番のお尻に T73 っていう熱処理を追加して、7075の材料の硬い範囲の中で、うん、まあ、ちょっと柔らかめの方に振ってあって、飛行機の羽とかにの芯材に使われるような材料になってますね。いわゆる超超ジェラルミンです、はい、そうですね、超超ジェラルミンと呼ばれてます。硬いんじゃないですかね。硬、はい、いです。硬いです。切削するの大変。慣れてくると、うん、まあこんなもんかなっていうような、まあ、やっぱノウハウの蓄積になりますので、そういったノウハウが、まあ、社内でありますんで、まずそれがないとこういう素晴らしい設計は実現できない。そうですね。そうですね。形作るのに、ええ、まあ、どういう工具を選定しようかとか、回転数だったりとかっていう、はい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 、やっぱノウハウの蓄積になりますね。なるほど。はい、はい、こういう色もね、もう私はね、これ、はい、なんていうの、回転がどうこうとか、うん、そういう話じゃなくて、はい、作る基本姿勢が、うん、もう全く他のものと異次元なんで、結果的にタイムが速くなるっていうふうに考えてるんですけど、はい、そこら辺いかがですかね。そうですね、まあ、ベアリングの転がりを最優先に、シャフトの強度ですとか外側の ボディですね、はい、強度を高めてますので、やはり自転車業界では軽い方が嬉しいなって言われるんですけども、はい、まあ、そこは置いといて、まず転がりを優先するために必要な強度を持たせるというところから、この形が出来上がっておりますので、ええ、まあ、こういった特徴的でありますこのうねうねの形状もですね、乗り心地が良くなっちゃうんですよね、はい、まあ、ベアリングを衝撃から吸収するための構造ですので。そうですね、カッコつけてこう、はい、筋がついてんじゃないんですもんね、うんうん、冷却とかでもないです、うん、はい、普通のやつもそこは浮いてるんですよね、はい、そうですね、これ普通のタイプですけども、こちらの方は中に衝撃、はい、吸収するための構造体を設けてますので、形としてはこっちにスリットが入ってこうなるってことでいいんですか。そうですね、材質は同じ、はい、材質同じ、外側のボディの材質は同じですね。なるほど、はい、みんながこのディスコを待ち焦がれてたと思うんです、はい、いやね、はい、うん、でこのやっぱりセンターロックじゃないのはもう今後ともセンターロックは出ない。そうですね、まあ、5基礎のらしさというかですね、衝撃吸収構造をハブボディに持たせようと思うと、ちょっとスペースが足りないので、あの形、はい、後で図解しておきますけど、はい、衝撃吸収する形は共存はできない、はい、ということというところもありますので、まあ、今6本止めのディスクのね、うん、はい、ブレーキもまあ、魅力的なものがありますね。はい、ありますんで、まあ、そういったのをご提案しながら、まあ、ちょっと6本止めをなるほどうちは進めていこうかなと思ってますね。もう今、はい、ディスク仕様はすぐお届けできる体制になってるんですか？すぐお届けできなくてですね。できないね、やっぱり。ちょっとやっぱ半年ぐらいちょっとお待ちいただくこともあるかと思いますね。今半年のバックオーダーっていう形なんですね、はい、そうですね。なんかすごいキラキラしてるのもあるけど、はい、あれはどうなのよ、はい、これスーパークライマーですね。これは今ディスクはないんですよね。ディスクはまだないですね。でももうすぐ出るんですか、はい、いや、まあ、ここちょっと今研究開発中になりますけど、スーパークライマーのディスクはもうちょい待ちと。そうです。ちょっと詳細はまだまだ、はい、このテイストでスーパークライマーディスクもできちゃうのね、うん、そうそう、できるとね、かっこいいと思います。まあ、はい、ぜひ。そうですね、はい、ちょっとご期待いただければと思います、はいはい、そんなわけでちょっと明日はいらっしゃいませんけどね、はい、うん、ご基礎さんは頑張って、はい、皆さんの幸せ、サイクリストの幸せのために、はい、やっておりますんで、はい、
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうも、はい、ありがとうございます。